俺の一番になるには、もっと上がいるのでって言われて、めっちゃ悔しくて。なんで、一番になりたいなって思います。3月某日、歌舞伎町クラブニコ。この月行われたニコの一大イベント、綾瀬桃李主任バースデーイベント 2days。 8月に、ニコがオープンしてから、でも全然自分の結果という結果をやっぱ残せてないので、新しい従業員が入ってきてくれたりとか、ついてきてくれたキャストとかにやっぱ刺激になるような一日にしたいなと思って気合い入ってます。いや、めちゃくちゃ新鮮ですね。実は言うと、イベントを出してもらうのは2個になって、2回目なんですけど、バースデーイベントっていうのが本当初めてで、年一のやっぱイベントなんで、いや、もう新鮮というか緊張してますね、なんか、はい。イベント初日、この日のタワーは純白の豪華絢爛なシャンパンタワー。その大きさはもちろんですが、細部までこだわりの装飾が施されています。デザインとかはやっぱ、自分がっていうよりはやっぱりこの日にこう一生懸命、自分よりしんどい思いしてくれて頑張ってくれた姫様にこう自由に自分がしたいのやっていいよっていうあれで、自分も話し合って決めたんですけど、姫様の意見が多いというか、自分はそれに合わせた感じです。いや、これはもう完全にお客様のあれですね、サプライズというか、なんかもう必ずいいものにするから見ないでって言われて、で来たらこんな素敵なタワーになってましたね。いや、そうっすよね。なんで来ないんですか、早く。ちょっと迷惑っすね。であ、その手で一番意味わかんなくない。一回同じリアクションします。一回っすね。じゃあ、こう来るじゃないですか、見えない手で。かわいすぎない？いや、バカか。できるか。ありがとうございます。もうおかしいのよ。以上、もう終わり。お願いします。カリムの海賊はないですね。やめてください、前の動画のこと振り返るの。実は桃李主任密着は今回が2度目。あれから約1年が経ち、今ではニコの頼れる兄貴のはずですが、ひとたびヘルプにつくといじられまくり。23時、イベントもラストスパート。ついに純白の特大タワーにシャンパンが注がれてゆきます。去年の誕生日の時にマイクで、俺の一番になるのはもっと上がいるのでって言われて、めっちゃ悔しくて来年はもっと買おうって思って、今回パワーできてよかったなって思います。ありがとうございます。パワーをしてもらうのが、値段関係なしに当たり前じゃないし、それをね、やってもらえるホストってバブルの時代みたいなの言われてますけど、それもできないね、ホストさんもいる中で僕をね、選んでいただいて、僕のために一番になりたいって言ってくれて、こんだけでっかいね、パワーをしていただくことが本当に僕はね、感謝でしかないですし、このね、カメラ向けられるとすごいちょっと戸惑っちゃうんですけど、これはそこからホストをやってよかったなというか、ホストに偏見ある人はたくさんいると思うんですけど、夢があるって言ったらまた何か言われると思うんですけど、ホストになってからいろいろ学ぶものがあったんで、これからもいろいろ学ぶものを学んで、本当に姫様出会ってよかったなって思えるホスト人生を改めて送りたいなと思います。本当に今日はありがとうございます。よいしょ。はい、イエーイ。イエーイ。イエーイ。イケイケ姫様。イケイケトーリモ。ニコイチドおいしいシャンパン、みんな支えてくれ。
場がめっちゃ冷たいんですけど。ありがとう。ありがとう。ありがとう。皆様、まずはおめでとうございます。そして通りさんもお誕生日おめでとうございます。通りさんに学ぶべきことって本当に多くて、ホストやる前までは、まあ、自分って有能な大人やなって正直思ってた部分がすごくあって、ホスト入って通りさんとか、まあ、他のいろんな人を見てて、まあ、自分って本当クソガキやなって、なんでこんなに中身が違うんやろうっていうのを改めて実感させられて、通りさんを尊敬してるので、背中を見て自分もはい、ホストが一番楽しいでしょ、よいしょ。入店したてぐらいからもう弁当を見ていただいて、すごい、ね、いろんなことを教えてもらったはずにはかかわらず、僕が全く真逆のホストになってしまったっていう中でも、やっぱりやめないでね、まあ、これ毎回言うんですけど、ずっと続けられたのは通りさんっていう存在が大きくて、あまりこんな間違いこと言うタイプじゃないんですけど、今日はいっぱい盛り上げていっぱいお酒飲みます。今日は盛り上がっていきましょう。よいしょ。通りさんとはね、多分僕も反対な人なんで、通りさんは僕ができない部分を全部やってくれてる皆さん、兄貴みたいな感じ、歴も長いです。まあ通りさんを好きか嫌いかって言ったら絶対好きっていう人しかいないと思うんで、通りさんを指名して正解だと思いますし今日はね、もう泣くぐらいお酒飲ませてやるんでもうお酒嫌いって言わせてもね、飲ませます。さっき姫様マイクで25歳の誕生日おめでとうって言ってたと思うんですけど、それで、あ、そうか、まだ25かってなんかめっちゃ思って、以降中でめっちゃ兄貴分的な存在というか、まあ、僕含めあと2個から入ってきた下の子らとかって、そういうついていってる兄貴的なポジションの人がみんな共通して通りさんに面倒見がよくて、なんかマネージャーがすごい助けられてると思う。売り上げでももちろんけど、なんか営業後にいろいろ話聞いたりだとか、そういう営業時間外のサポートっていうのをみんなにやってくれるからすごい頼りにしてる。そんな通りさんがこうやってプレイヤーとしてもさらに人花咲かせてくれるっていうのがもうすごい楽しみで、で今日こうやって成功してすごい良かったなっていうふうに思ってます。かれこれね、7年目ぐらいの中で、通りが19の時からね一緒に仕事をしてる中で、こうやってまた7年目ぐらいでね、あとお祝いできて、トリとはね、もうこう何回も話してるからね、こうとにかく言うつもりはないんですけど、いろいろこう変わってきてる中で、そのね、ずっと池袋にいて、歌舞伎に来て、トライとかね、あるかもしんないけど、みんなの兄貴分なんで、まあ、弱音は上だけに見せて、下には弱音見せないで頑張ってくれたらなって思います。ゆめちゃんも今日俺のことをぶっ飛びしたいって言ってたんで、そればっかりは飲ませてもらわんと、僕のことレッドブルーテキーラこの前8杯飲んだんで、その時11時まで寝れなかったんで僕なんかレッドブルー飲みすぎて今日は10杯いくんで、パッツッツッ20いったらよ。あとで今日テレビ入ってから30いくよ。俺が服着てるってことはやっぱりないんで、こんなね服着てるとね酒屋で飲めねえのよ。まず持って俺のこと今日ぐちゃぐちゃにしたいって言ってから今3月なんでタンクトップ着てんの俺だけ。今日はこのタンクトップびちょびちょにするまで飲ましてこいよ。いしょ。トルさん本当俺らがやらなきゃいけない仕事とかいろいろと頼りすぎてる部分もあるけど、いつも本当にありがとうございます。それを支えてる姫さんもありがとうございます、ね、いつも支えてもらってる分で、通りに世話になってないっていうやつ多分この店にいないと思うんで、俺含めて、ね、今日はね通りを世話するぐらい、みんな今まで借りしかないでしょ。今日は借りを返すつもりでね、2人に死ぬまで飲みましょう。おめでとうございます。乾杯。乾杯。乾杯。お客様、仲間たちからの心からの祝福を受け、通り主任も熱い思いが込み上げる。改めて皆様ありがとうございます。みんながコメントしてくれたように、19の時に、今僕がホストやって6年なんですけど、まあ、6年間の間にまさかねこんだけまあパワーをしてもらって、まあ、忘れないわけがないですし、本当に自分もホスト向いてないとかいろいろ言われたこともあって、トリ君がいいって言ってくれてホストやって本当に心の底からやってよかったなって思います。たくさん泣いた時も正直あったんですけど、まだもうやめちゃうみたいなコメントしちゃってるけど、ずっとやめないですよ。単純ねすごい本当にホストやってよかったなって心の底から思います。自分で言ってもう無知打とうと思うんで、まあ1000以上打って自分の記録更新したと思います。よいしょ。次回、愛され2期ホスト綾瀬通りの過去。
そして代表ホストが去ったクラブニコの今と通り主任の覚悟に迫ります。お見逃しなく。Closer.